サッカー J1 サガントスの河井健太監督がきょう県庁を訪問し今月18日から始まる新シーズンに向け意気込みを語りました県庁を訪れたのはサガントスの河井健太監督と元サガントスの選手で去年11月にスポーツダイレクターに就任した小林雄三さんです2人は新加入選手について トスで戦いたいという選手がたくさんいたことを明かし、自信を持ってシーズンに臨むと意気込みを述べました。フィットしてきてますね。あのそこは本当に楽しみにしてもらいたいですし、まだまだ良くなると思います。手応えはありますね。あのまた違う、えー、形で得点を取ってくれるのではないかなというふうに思っています。サガントスは今月18日にホームで開幕を迎え、湘南ベルマーレと対戦します。